こちらに置いてあるのが、全てアーバンのパーツになります。カーボンパーツの方はクリアを塗り重ねて下地を作っていきます。1回塗って研いでを繰り返し、巣穴を埋めていきます。こちらのオーバーフェンダーの方は、ボディ同色で塗る箇所を、サフェーサー入れて下地をして、その後にクリアでくるんであります。まだ巣穴が開いてますので、引き続き研いでクリアを塗っていきます。合わせが終わりましたのでサフェーサーを塗っていきます。こちらはフロントバンパーです。でこちらはリアバンパーで、こちらは純正のナンバーベースをアーバンに合わせて、加工してあります。こちらもサフェーサーを入れたらバンパーにもう一度合わせてみたいと思います。こちらはトップカーのヘッドライトカバーです。すべてドライカーボン製になります。
G63799 ダイヤモンドホワイトを朝食します。今回施工させていただく車両は新車です。ヘッドライトカバー、バンパー、オーバーフェンダーを塗装していきます。でヘッドライトカバーが新車の状態で少し黄色みが強いので、ボディに合わせて調色していきたいと思います。今回はこちらの配合を使います。870が純粋なホワイト、白ですね。で黒、黄色、こちらの574ウォーカーは赤みの強い黄色になります。で884の黄色が、赤みのない黄色になります。では作っていきます。続きましてパールです。上から826ホワイトパールの粗いパールになります。で599は、スタビライザーベースに入れるクリアになります。で836は細かいホワイトパールです。で570は白の薄いやつですね、薄くした白になります。日向に出してパール加減を見ていきます。ボディの方が光に当てた時にちょっと黄ばみが強いですね。板の方が少し赤い。パール加減も、もう少し粗いパールを増やしていきたいと思います。かなりいいですね。パール感も増していい感じです。上の板が1枚目の板で、下の板がパール感を増して、正面少し黄ばみを出しました。下地が終わりましたので、塗り分けのマスキングをしていきます。ポイントとしてはこのラインの谷で塗り分けをしていくんですけれども、ここのラインですね、このラインは実車に、オーバーフェンダーを乗せてラインを引いていきたいと思います。
とき素手で触っちゃってますので、よく手で触った後、テープの後、テープの糊とミストも拭いていきます。断層を平らにするためにもう一度クリアを塗っていきます。残りのカーボンパーツも仕上げのクリアを塗っていきます。
皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土地パフォーマンスです。今回はボンドボディからアーバンオートモーティブのゲレンデ続きをお伝えしたいと思います。前回僕が登場してからエアロを取り付けるために車の分解、そして仮当てフィッティング確認、あとは細かいそのチリの合わせだったりを済ませて、下処理して塗装が全部終わりまして、今回いよいよ組み込みに入ってるんで、その様子をお伝えしたいと思います。もう早速バンパーなんかが取り付けられてて、こんな感じでド迫力のバンパーが装着されてございます。これ今回ちょっとボディから白なんですけど、だいぶ良くないでしょうか。細かく見ていくと、完成時に全部お伝えしますけれども、やっぱりこのカーボンバーストのこのコントラスト、ここはやっぱり白いボディすごく映えるところ、メリハリがこんな感じになっております。細かい形状だったりだとかはちょっと完成時にお伝えしたいと思います。そしてこのワイド感いかがでしょうか。この大きい G63 がさらに一回り大きくなるという。そしてここ一応エンブレムのところ、これがディストロニックのセンサーにもなってるんで、今回ちょっとテストであるんですけど、塗ってみたそうです。最終的にはこのメッキのがつくんですけど、でもしこれで問題なければそのままエンブレムをつけて完成みたいです。でもしディストロニック その感度にちょっと影響が出ちゃうようであれば戻ってるかもしれないということなんで、完成時紹介の時に戻ってたら、そういうことだったんだなっていうふうに思っていただけるといいんじゃないでしょうか。で一応ちなみにブラバスなんかもB マークになってたりするんですけど、あれって制作過程ご覧になった方だとご存知だと思うんですけど、ステッカーなんですね。でやっぱりここってかなり敏感なところなんで、いろんなメーカー苦労してるところではあるんですけど、今回はちょっとチャレンジングでここをやってみました。でよーく見るとこれ色味が違うんです。っていうのはメタリックの塗装なんで、要は金属の粉が入ってるんですけども、そのままメタリックの塗装で塗っちゃうとその金属に反応しておそらく感度に影響は出てくるんじゃないかということで、今回は普通のソリッドでこっち側塗ってるんですね。ちょっとそんな細かいゲームを入れつつ、ちょっとできるかどうか分かんないですけど今回やってみたんで、ちょっとこれは完成時にお伝えしたいと思います。そしてあとこちらご覧ください。なんか成形して二重になってるみたいな感じになってますけれども、トップカーのヘッドライトカバーがもう装着されてます。でこれアップで見るとちょっと意外にこう違い分かりづらいんですけど、引きだと結構こうもう言ったら二重になってる感じなんで、かなりこう目つきが変わってるっていうのがお分かりいただけると思います。これ結構エアロついててもついてなくても、顔の印象をどこから見た時ガラッと変わるんで、この辺興味のある方はこれだけつけるなんていうのもかなりありなんじゃないかなと思います。そしてフェンダーも早速今メガの智也さんが装着してます。この辺がもうごっそり交換されて、でどうしてもこの縁のこのカーボンのところがちょうどワイドになってる部分でもあるんで、目につくところだと思うんですけど、ここの角度がもう全然変わってるんですね。もしゲレンデノーマルの方形状覚えてないっていう方は見返していただけると分かりやすいと思うんですけど、この角度が変わってるんで離れた時にこう車が結構カクカクっていうイメージになると。なんでも車全体のシルエットにちょっとこうアクセントがついて、でここもちゃんとこうバンパーに消えていくようなデザインになって、非常に一体感もあっていいんじゃないかな。であと横に回っていくと一応このステップ兼サイドスカート的なこんなのも早速装着されてて、やっぱりちょっとこの厚みが増すのとちょっとエアロ感が出るんで、この辺他のブラバスとかマンスリーでもないパーツなんで、横のボリューム出したい方にはアーバン非常におすすめじゃないかな。でご覧ください、このカーボンの目の美しさ、そしてあとはよく見ていただきたいんですけど、このクリアもテカテカの本当に安価なのだと、もう表面がこうボヤボヤボヤってなってたりとか、ボコボコボコってなってるっていうのも多分見たことある方も少なくないと思うんですけど、本当にドライで非常に強度もあって硬い剛性があるのと、あとはこの丁寧なこのクリアの塗装、あとはその磨きによってもうこの表面みたいなこんなカーボンの表面が出来上がってると。であとはそのままブレーキ見ていただくと、なんと今回キャリパーペイントもしてございます。アーバンのロゴを入れて全体的に塗り替えてます。でもちろん分解して全部塗ってるんで、横側だったり後ろも全部もう最初からこのプラッティングシルバーだったかのようなこんな感じのキャリパーになってます。で当然これ組み込みももう組み込み済みですけれども、組み込み後
エア抜きだったりだとかもろもろそういったプラスの作業も必要になってくるんで、まあ、これからちょっと作業が残ってるんじゃないかなと思います。そして今リアが絶賛組み込み中ですけれども、こんな感じでリアバンパーと一体のリアフェンダーをこんな感じで取り付けてます。フィッティングいいっすよね、友也さん。バッチリですよね、はい、もうこんな感じでこことかもう本当に見てもらうと丸々交換なのにこんなにフィッティングがいいという、いやこれまだちょっと途中ですけども、かなり楽しみな感じじゃないでしょうか。でもう一個ご紹介したいのがこちら、なんとナンバーベースも今回このエアロに合わせて作っちゃいました。そのまま取り付けるとこんな感じでエアロのこの R に合わせて、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、この辺こんな感じです、ぴったんこに合うと。で一応これ純正だと、まあ、もちろんここの形状が合わないのと、あとここ飛び出しちゃうんで裏側がスカスカになっちゃうと、それかっこ悪くないですか。なんで今回ここを全部こう埋めて一体ものにして、こんな感じのナンバー、そしてボディ同色に仕上げてます。結構ナンバーベースって重要くないですか。位置もそうだし、まあ、あとはそのだいたい素地なんでメルセデスで、もう車によってはなんかすごくでっかいナンバーベースがついてたりとか、まあ、あとはそのなんかチリがおかしかったりするとやっぱり車全体の印象がおかしくなっちゃうんで、まあ、エアロ取り付けの際はボンドボディは結構この定番の作業ではあるんですけど、まあ、非常に車の完成度が上がる部品なんで、まあ、この辺ちょっとこだわって今回やってあります。さあ続きましてこちらが今塗装中の小物諸々でございます。まあ、これがボンネットの一番手前のところにつくカバーですね。これ塗るとこう素地じゃなくていろいろ何色でもできるんですけど、塗ると全然質感が変わるんで、やっぱりちょっと高級感で、特にゲレンデでも350でも1000万円オーバーなんで、やっぱりこう素地じゃないと高級感も出て、かなりペイントおすすめの箇所でございます。あとはグリップなんかもこう塗ってあげるだけでかなり質感良くなるんで、まあ、この辺も非常におすすめなポイントです。なのでエアロ取り付けするときとか、まあ、ついでがあれば一緒にやっちゃうなんていうと、まあ、納期的にもかなり得じゃないかなと。あとフロントの細かいところで言うと、このカメラのカバーとかこんなのも濡れたりします。やっぱりこの辺もやっぱり素地と全然質感違うんで、まあ、おすすめの部分です。であとは細かいところ見ていくと、このウィンカーのカバーもカーボンにさらにクリアを入れて磨く、多分手前ですね、ちょっとクリアがまだゆらゆらゆらってしてるんで、まあ、こんなのも今やったりとか、あと背面タイヤのこのカバー、これもあのエアロつけるつけないに関わらず、ご希望があればチャレンジしてみてもいい部分じゃないかなと思います。これ今回はボディ同色で、一応この脇のところ本来メッキというか金属のその質感むき出しのところだったんですけど、一応これ今回ボディ同色で塗ってございます。あとは奥にいろいろミラーだったりだとかいろんなパーツが、でボンドボディ基本的には分解できるもの全部分解して塗るんで、まあ、ミラーもこんな感じで全部バラバラにして、まあ、細かいところとかもやっぱりもう本当に端折ると組んだまんま塗ってるところなんていうのもあるみたいなんですけど、やっぱりそうすると質感だったりだとか、細かいところ見ていくとアラが出てきちゃうんで、まあ、基本的には分解できるところは全部分解して、まあ、色替え、まあ、あとは質感替えなんかをやってます。なので、まあ、ゲレンデに限らずお気軽に何でもご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで今回はボンドボディからアーバンオートモーティブのゲレンデの続きをお伝えしました。もう間もなく完成っていう感じだと思うんですけども、細かいところ作業を進めて、まあ、完成したら高橋さんと一緒に紹介する動画をお届けしたいと思いますので、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。